倫理学除説とは、1883年に、イギリスの哲学者、トーマス・ヒル・グリーンにより発表された、倫理学の哲学的研究である。1836年に生まれたグリーンは、オックスフォード大学の教授として、イギリス経験論だけでなくドイツ関連論の哲学の研究を行っていた。本書、倫理学除説は、イギリス経験論の見るや、 ハーバート・スペンサーの議論を批判し、カントやヘーゲルの議論が支持されており、自律的な精神の作用が知識の根本的な条件であるとみなして、道徳活動も精神活動として捉えることを主張している。本書は、序論自然科学と道徳の観念、第一編知識の形上学、第二編意志、第三編道徳的観念と、道徳的進歩。 第四辺道徳哲学の好一心への適用から構成されている。あらゆる知識は人間の自由によって基礎付けられており、特に永遠的意識の関与によって知識が成立していると考える。永遠的意識とは自立し自決する自由な原因により発生する意識であり、グリーンは人間とは自由な原因であると述べている。人間も動物も知識を持つ事実に関して、 自然な存在ではなく、人間は自然関係から区別された自我を持っている。この自我は時間の経過によって制約されることはなく、意識が含んでいる自由を妨げることはできない。グリーンは人間が意識の自由を持つということが、感性的な発展の条件となっていることを論じている。このような人間の自由を哲学的な基礎に据えながら、グリーンは倫理的基準について、 人間の行動の動機は常に何らかの善の観念を含んでいると考える。なぜなら自由な意識を持つ個々人の本性に善が存在するとグリーンが考えているためである。グリーンはこの道徳哲学の枠組みを政治哲学の領域にも適用することにより市民的な義務について考察している。ありがとうございます。